いつもご覧いただきありがとうございます今回も大谷翔平選手ドジャースの最新情報をご紹介いたします大谷翔平一番指名打者デルカ35号相手先発は7月7日にデビューしたばかりの新人フィリックスドジャース大谷翔平選手が本拠地ドジャースタジアムで行われるフィリーズ戦に一番指名打者で出場する 前日6日の同カードでは4打数無安打と2試合ぶりの無安打に終わりチームも2対6で敗戦3連戦のこのシリーズを勝ち越せるか大事な試合となるチームでは前腕を痛め負傷者リスト入りしていたミゲル・ゴハス内野手が復帰し6番ショートでスタメン出場するドジャースは7日日本時間8日4選手の入れ替えを発表したミゲル・ゴハス内野手とマイケル・グローブ投手がメジャー昇格 代わってジェームズ・アウトマン外野手がマイナーに降格しブラスダー・グラテロル投手が負傷者リストに入ったロハスは右前腕の張りで7月22日にグローブは6月中旬に後背筋の張りで負傷者入りしていた一方グラテロルは前日6日同7日のフィリーズ戦で右肩違和感から復帰登板もわずか89で負傷降板試合後ロバーツ監督が右ハムストリングスの断裂だから またた長いいリリハビリになると説明していた大谷は今季ここまで111試合に出場し打率3割6厘34本塁打81打点32盗塁6日終了時点で本塁打はナショナルリーグで2位と2本差のトップ打率は2位と1厘差の同首位打点はトップと5差の2位につけている本塁打は5日に34号を放っており 2> 2試合ぶりの35号が出るか注目される相手先発は7月7日にデビューしたばかりの新人右腕ス,スイーパーとシンカーを主体にフォーシームカーブチェンジアップを織り交ぜスイーパーが34.3%と最も多いのが特徴前々回の登板では被安打4の完封勝利を収めている成長株だ大谷を含めドジャースとは初対戦となるドジャースの先発は新人右腕 ヤビンストーン、スト今季は20試合に登板し9勝5敗防御率3.63としている最後までご覧いただきありがとうございますもしよろしければチャンネル登録高評価コメントをよろしくお願いいたします